ご視聴ありがとうございます。今回はですね、復刻受注のお話になります。よかったら見ていってください。はい、ということで、まあ、サムネだけ見ると何の関連性もない2つのキャラが映ってたかと思うんですが、まあどちらも知らなくても結構面白い情報だと思うので、ぜひ見ていってください。はい、で今日のお話なんですが、復刻受注になります。わからない人いるかもしれないので、まあ、簡単に説明しますと、まあ、大体のフィギュアメーカーさんってフィギュアを販売するときは受注生産で一定の期間ずっと予約を受け付けて、予約の締め切り日までに入った注文を絶対に作って届けてくれるわけですが、まあ予約を忘れてしまったり、資金を回せなくて我慢したり、いろんな事情でスルーされたりすることもあると思います。まあでも後から欲しくなっても購入するっていうのは難しいんですよね。うん、そんな方に朗報ってなるんですが、たまにフィギュアメーカーさん何かのイベントですとか作品の記念とかで予約を再開してくれることがあるんですよね。それが今回のフィギュアなんですよ。ホビージャパンさんから発売される FGO ブリュンヒルデと元嫁の中野ニノ、この2種類がですね、今復刻受注してるんですよ。ホビージャパンさんのオンラインページに行くとわかるんですが、メガホビエキスポ2021オンライン記念追加予約となってます。はい、ということでこの2体をですね、予約しそびれた人、今なら予約再開してますので、ぜひホビージャパンさんのオンラインページ覗いてみてください。天国さんたまにこういうことをやってくれますよね。以前もアミユミさんと天国さんコラボのエヴァのアスカのフィギュアとかも、新エヴァの映画が公開したタイミングとかで確か復刻受注してたと思うんですよ。まあ、もしかしたら延長だったかもしれないんですけどね。あとアニプレさんとかもたまにやってくれる印象なんですよね。例えばワンフェスの時とかに復刻受注なんていうのをやってくれてたことがあったような気がします。うん、まあ、ただこういう復刻っていうのはめったにはない印象なので、今回はもう本当ラッキーなんじゃないかなと思います。うん、まあ、そんなことしないで早く作って届けてくれよっていうのは言わないお約束のやつですかね。うん、確かに何とも言えない部分もあるんですが、いや買い逃した方には本当に嬉しい復刻だと思います。でこちらの2体のフィギュアなんですが、今回受注期間がですねもう始まってまして、2021年11月25日から12月7日までと、結構短い期間しか受け付けてませんので、欲しい方はですね早めの予約をお勧めさせていただきます。で私はですね、もう元嫁は5人全員発売するっていうのが決まってるので集めようと思ってます。うん、ということでもう予約済みでした。で FGO はキリがないので悩むんですよね。通常の受注ではスルーしちゃったんですが、今揺らいでます。まあ、ただ FGO は次から次へと出ますからね。つい最近もメガホビエキスポアルターさんの新作まとめでも FGO はやっぱり数体来ましたので、魅力的なの本当に多いんですよ。困りますよね。まあ、財布と相談しながら少しの期間考えてみることにします。はい、ということで以上になります。今回は天国さんのフィギュアの復刻受注のお話でした。で一応説明欄にもホビージャパンさんのオンラインショップのリンク貼っておきますので、よかったら覗いてみてください。はい、では以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。